アローラ、こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はポケットモンスターサムーンやっていきます。何かすぐできることないかなとコメントを見ていたら、タツベイの居場所を教えてくださいっていうのをいただいてました。今回はですね、タツベイ取りに行きたいと思います。休日だしね、すぐできるしっていうので来てみました。現在地はカーラ港湾。実はですね、ここに遊びに来た時に、釣りをして遊んでたんですけど、その時に実は私タツベイね発見してゲットしたんですよ。ということで私の初ゲットタツベイくん、強さを見てみます。図鑑ナンバーが117、タツベイタイプはドラゴンタイプです。で持っていた技は睨みつける、噛みつく、竜の息吹、頭突き、これで持っていました。そしてクイックボールでゲットしました。でこの子なんですけど、いたところは河原港湾の奥のところの茂みなんですよね。ここはちょうど河原港湾に入ってきたところなので、ラプラスで移動してこっち、私が発見したのはここです。でここだったら最後の方まで行ってなくてもすぐに来れるところだと思うので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ということで2体目タツベイゲットしたいと思います。で私はもう持ってますけど、チャチャチャさんとかコードさんがねまだだったらあげてもいいしね。ということで行ってみます。あ、ヤドンが出てきた。うわー、びっくりした。ここヤドンも出るんですね。実はですね、鬼ドリルゲットして峰打ち持ってるんですよ。ヤドンすぐいなくなっちゃうかな、どうしよう。峰打ち、いやそれよりも毎度毎度あれですね、奇跡のクイックミラクルを狙いたいと思います。クイックボールだ。ヤドン初めて出てきた、嬉しい。これ入るかな。あ、取れた。もう嬉しいすぎる。あれ、ヤドン捕まえたぞ。あ、皆さんここはタツベイもヤドンもいるようです。あ、びっくりしちゃった。初ヤドン、新しくポケモン図鑑に登録されます。そう、タツベイが出てきた時もね、あ、タツベイがいる、捕まえないとって言って焦ってクイックボールを投げたんですけど、今回もヤドンはクイックボールでいけました。登録完了。この子育てよう。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。ダメだ、噛んじゃった。びっくりしすぎて噛んじゃいましたね。図鑑ナンバーが37、ヤドン、マヌケポケモン。マヌケポケモン、私みたいだね、マヌケポケモン。水エスパータイプ。ヤドンのおっぽだね。お干した後塩水で煮込んだ料理はアローラの家庭の味。食べないで。ということで、ヤドンくん、ニックネームはつけずに、手持ちに加えて、ちょっと一緒にね、タツベイを見つけようと思います。そうそう、で、今、ブビーも育てたくて入ってるんですけど、どうしようかな。じゃあ、ガーディーさんをボックスに返して、ヤドン、入れておこう。うわー、びっくりした。ではでは、タツベイの捜索いきます。続けよう。ここね、前来た時はキャモメがよく出てたんですよね。なんだけど今回はヤドンが出ました。あ、噂をすればキャモメさん。私どうもキャモメさんにはね疲れているようでいっぱい出てくるんですよね。でキャモメさんはまあ逃げていきましょう。でこのままね続けていこうと思います。ヤドンか、ヤドンも出たらね、2人が持ってなかったらチャチャチャさんとかコードさんにね交換しよう。あ、またキャモメさん。キャモメさんはやっぱりいろんなところにいるんですね。ではでは、また今回も逃げよう。次キャモメさん出てきたら倒しちゃおう。これは逃げてると逃げて出たポケモンさんが出てくる確率高かったりするのかな。またキャモメ。もうなんかねあれですね。
アルファサファイアとかオメガルビーでね、空を飛ぶやってる時もキャモメさんによく当たってたんですよね。おかしいな。ではダメ押ししちゃおう。えい、よし、野生のキャモメは倒れた。こうやってちょっとずつね、タツベイとブービーとヤドンのレベルも上がったら嬉しいですね。でもびっくりだな。続けよう。お、今度は、あ、またギャドン出てきた。行け鬼ドリル。よし、この子も捕まえていこう。今度はクイックボールってどうなんですかね。うん、投げてこう、クイックボール。さあ2回目のヤドンへのクイックボール効くかな。あれ、今日はクイックボールが優勝の日でした。すごい、これはすごい。ミラクルヤドンが2体目になりましたね。ニックネームはつけますか。はい、で今回はつけていこう、2体目だしね。あ、ミラクルドン、はい。ミラクルドンはボックスに送っておきましょう。この子はまあまあ最初のヤドンくんを育てる方にしようかなっていうところで送っておきました。あ、野生のヤドンが出てきた。ここはキャモメヤドンが多い感じなのかな。今回は峰打ちをして、はい、鳴き声、おお、あ、下がった、攻撃が下がった。もう一回峰打ち、鬼ドリルの峰打ち。よし、ヤドンは鳴き声の攻撃、鬼ドリルの攻撃力が下がる。ここで投げよう、モンスターボール。ダイスはモンスターボールをヤドンに投げた。いや、クイックボール3回目はさすがにいかないかなって思ったので、今回はねモンスターボールで決まりましたね。やった、ヤドン捕まえたぞ。経験値もらった。この子はもう普通にね、ヤドドン、ヤドドンもボックスに送っておきます。あれ、タツベイのつもりなんだけどな。よし、頑張ろう。あ、来た来た、野生のタツベイが飛び出してきた。やった。さあさあ、これはもうどうしようかな。うまくいくかな。クイックボール使っていこう。でもそんなに時間かからなかったですね。お願い、クイックボール。ダメだった、ダメだ、ポケモンがボールから出てきてしまった。タツベイ、ヒノコ、鬼ドリル、大丈夫大丈夫。戦うして、峰打ちしよう。鬼ドリルの峰打ち、よし、睨みつけられる、かわいい。鬼ドリルは防御が下がる。で、私はここでモンスターボール投げましょう。さあ、ダイスはモンスターボールを投げます。どう、タツベ、モンスターボールじゃないのね。捕まえたと思ったのに、睨みつける攻撃、チキーン、睨みつけられる。あ、仲間呼んでる。さ、たまにね、ボーマンダが出てくるっていうのも聞いてるんだけど、今回は現れなかった。あ、現れてないよ、タツベ。モンスターボールじゃなかったので、スーパーボールにしよう。ダイスはスーパーボールを使った。お願い。ああ、出てきちゃう。ダメだ、ボールから出てきてしまった。野生のタツベはヒノコ。鬼ドリルは大丈夫だね。そしたらハイパーボールは、さあタツベ、ハイパーボール
ならいけるんじゃないかな。お願い、タツベ、ハイパーボールだよ。あ、来たー、やった、タツベを捕まえたぞ。今回は助けは呼ばなくってっていう感じでしたね。あ、鬼ドリルのレベルも上がった、やった。学習装置でそれぞれ経験値ももらえました。タツベにニックネームは2体目なのでね、ちょっとつけていこうかなと思います。どうしようかな。タツハヒフヘタツベ、はい、ちょっと変える。タツベイくんとタツベイくんになりました。じゃあこの子はちょっと手持ちに加えとこうかな。じゃあごめんね、ジュナイパー、このままボックスに送って OK。 所要時間はそんなにかからずにタツベイ2体目ゲットできました。こっちが私がゲットしてたタツベイくんで、今回のタツベイはレベル15で捕まったメスのタツベイちゃんでしたね。でね、途中でね、ヤドンが出てきたのもびっくりしました。これはすごいな。はい、ということで今回はカーラ港湾でタツベイ、そしてヤドンのゲットいけましたね。ポケモン3だと攻略系いろいろやっているので、何かやってほしい内容があればそちらコメントいただけると嬉しいです。ポケモンムーンの方はストーリーまだ途中で攻略中です。まだまだわからないことがたくさんあるので、いろいろと教えていただけると嬉しいです。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you。はい、ご視聴ありがとうございますって言った後なんですけど、ちょっとまあ笑ろう、また出ないかなって思ったら出ましたよ、タツベ、すごいね、撮っていこう。はい。びっくりしちゃった、3体目だ、ほらほら手持ちにタツベ2体いるでしょ。ちょっとこれはいけるかもしれない、ミラクルクイックボール、タツベ2体連続で出るんですね。いや、びっくりしちゃった。あれ？あ、しかもクイックボールで取れた。やった、タツベイを捕まえたぞ。びっくりした。今日のクイックボールくんは本当に優秀でしたね。ということで、3体目のタツベイ、ニックネームつけよう。どうしようかな。もうここまででなんてつけるか分かる人がいますね、きっとね。はい、私の3体目のタツベイはタッサンになりました。3だからね、これも手元に入れちゃおう、嬉しい。でしゅーとピカチュウごめん、あ、本当にごめんね。びっくりした。ということでタツベイ3体ゲットしました。今度こそね、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、See you!